c ックスは、かつて、石崎基線が、松山観光港文字港下関港間で、運行していた、高速線。2017年10月8日からは、パイチマニとして、安坂井観光が、石垣港波照間港間で運行している。同社は、松山港尾道港、瀬戸田港駅港間の水中浴船航路を有していたが、本州四国連絡橋の整備により、 松山方面から同航路を利用して広島県東部へ向かう人や新幹線へ乗り換えて関東、関西方面へ向かう人が本州四国連絡協経由にシフトしたため需要が減少した。そのため架橋関連航路運行事業者に対する対策交付金を受けて北九州との間に航路を開設するために元船を建造し1998年3月に 松山間高校文字港官で運行を開始した。一席での運行で、朝松山港を出て1日に往復するシャトル運行の形態を取り、当期の換算機にはドック入りによる休校期間を設けていた。当初は文字港までの運行だったが、2004年2月に下関港、唐戸桟橋まで延べこうした。しかし、2006年5月乗降客の伸び悩みにより、 下関港までの延べ港を中止した。その後も燃料費の高騰の影響で収支が悪化したため2008年1月15日全区間にわたって航路を廃止した。なお同社は CMAX 以前から松山港広島港にて同形式の高速艇を瀬戸内海汽船との共同運航でスーパージェットの愛称で運航している。パイ島に運航休止後は小戸島で 長らく継戦されていたが、2016年には、熊本ドックへ開港された。行き島 C ラインが導入予定の超高速船として、船営を自社のフェイスブックページに掲載するなど就航への動きがあった。その後、当期の欠航率が高い石垣波テルマ航路の就航率向上のため、大型高速船の導入を検討していた沖縄県。 離島航路確保維持協議会の航路改善計画に就航が盛り込まれ、安堺観光が元船を購入。2017年9月23日に石垣港に入港し、10月8日にパイ島にとして就航した。本船の就航により、石垣港波ルマ港航路は、就航率が約70%から約80%に向上することが期待された一方、 所要時間は既存の高速線が60分であるのに、対し、本線では80分になるとされた。就航後、2018年3月までの第一便の就航率は平均89%に達した。一方、想定していた速度が確保できなかったため、所要時間は約100分に伸びた。また、第2便、第3便については、最終便の運航が、 日没にかからないように従来の高速船での運航を余儀なくされた結果、就航率は50%台にとどまった。さらに、船体が大きいため、波照間港では既存の浮き桟橋を利用できず、専用の浮き桟橋を整備することとなった。船体の浮力と全没型水中翼を併用して、浮上航行するハイブリッド船形の水中浴船で、 基本型のスーパージェット30と同じくアルミニウム合金製の船体に高速ディーゼルエンジンを搭載、推進機にはウォータージェットが採用されている。拡大型の元船では船体が一回り大きくなり、主機関も4機搭載とされた。建造は同様に日立造船金川工場で行われている。1998年のシップオブザイヤー準賞を受賞。 安坂観光、パイジマニへの転用にあたり指揮官を2期に減らす改造を受けている。このため、石崎汽船時代と比べると速力が低下している。ありがとうございます。